はい、皆さんおいっす、ザクさん使いのアタックです。今回はおばめの固定動画の方となります。今回も組んだのはザクさん使いでまあマキオン VTuber を万歳しまくっているキューちゃんとなります。さてまあ、今回、まあ、自分も、キューちゃんもバリアント隊行ってしまったってことなんで、まあ、戦ってみた感想とか、いろいろと、やってみたんですけど、まあ、なかなか、その、ザクスリザクスリ難しいっちゃ難しいんで、まあ、どう立ち回ればいいかなっていうのは、今、ちょっと、やってて課題はできています。一応、そうですね、まあ、まあ、勝率でいくと、まあ、まあ、ちょっと少なめっていう感じですが、まあ、勝てた試合は、それなりっていう感じですね。まあ、本当に、一歩というよりかは、ギリギリ勝ったっていうのは結構多かったんで、まあ、今後はそこがちょっと課題かなっていうですね。で、今回、その、まあ、やってるうちに、その、まあ、C 学生、どうなのっていう話もあったので、まあ、自分も C 覚醒やってみたんですけど、まあ、C 覚醒、どうなのかなっていう話やってます。やってました。で、まあ、やった感想としては、まあ、C 覚醒は、一応防御補正はかかるんだけど、火力がほんと出ないなっていうのはあったので、まあ、自分は F 覚醒で、Q ちゃん C 覚醒か、その、まあ、どっちも F 覚醒かっていうのはちょっと自分の中でも悩んでますね。まあ、そこはやっぱやりながらっていう感じではなってます。さて、試合の方ですが、さあ、アースリーが、まあ、落ちて、インパルスが暴れてるような状態ですね。まあ、ここら辺がちょっと、やっぱ、自分の中の課題かな、その、どっちかが落ちたとかちょっときついっていうのはあるんで、まあ、そこはやっぱあれですね。さて、アースリーを、メインブーカからの、隠し技、ポンって投げたけど、最後投げきれなかったかな。さあ、ここからインパルスを追っていくって感じですが、さあ、インパルスを追ってきたけど、強制ダウンになっちゃって、まあ、今、どっちも、強制解放になっているので、まあ、インパルスを追っていく感じですが、さあ、インパルス覚醒して、メイン部を、からやってきたけど、さあ、インパルス突撃したけど、なんと横さばたってメイン落とした後に、まさかの Q ちゃんが落として終了。まさかすぎるっていう結末でしたね。では、続いての試合に行きましょう。あ、ちなみに、タック名は一部変わってます。万歳するものになりました。さあ、続いての試合ですが、フルグランサ・バサーゴっていう感じですね。まあ、やっていくうちに、あれですが、まあ、ザクスリーザクスリーも、まあ、結構、いい感じでは動けてはいますが、まあ、今後の方でいくと、ザクスリー以外でもやっぱ固定ちょっとやっていかないと、やっぱり、まあ今、バリアント隊っていう感じですけど、あれですね、今後、もし、まあ、エース隊とか行っちゃいしまうときに、まあ、どうやって立ち回すか、立ち回るだったりとか、あと、まあ、キャラパがちょっと高くなったりもするので、そこのちょっと悩みはありますね。なので、まあ、ザクスリー以外でも、ちょっと固定出せるような機体も、今模索中です。今のところ行くと、V2 ぐらいかなっていうのはあります。さあ、そうこうしている間に、バサーゴボコボコにして、フルグランサーはめっちゃ、あれですが、さあ、バサーゴ覚醒して、しかし、ハイドポンプで、自爆して、落ちて、感じですが、さあ、こっから、さあ、ちょっと痛いダメージ入ったけど、まあ、強制か、暗い覚醒になっちゃったんで、あれですが、さあ、バサーゴ落として、このまま、もうこのままの調子だと、まあ、自分落とした方が早い、自分が、二落ちの方が早いと思うんで、見落ちして、そのまま、相方に覚醒渡すっていった流れでは自分はやってます。なので、突撃していくような感じになってます。で、今、フルグランサーを取ろうと思ったら、バサーゴの、ストリップメガソニックが当たって、さあ、格闘チャージをぶち込まれて、しかし、まあ、
覚は少なかったかな。さあ、ちょっとこのバサーゴの、感じはちょっと辛いなって感じですが、まあ、フルグランサも見なきゃいけないなっていうのはちょっとあるんですよね。さあ、そうこうしている間にバサーゴを取っていく。もうバサーゴ、これ、この場合バサーゴを取っていきます。さあ、プレッシャー、しかし、どっちもって感じですが、さあ、ここでプレッシャー、ここから攻めようと思ったら、まさかの N サブ出ちゃって、強制ダウンになってしまった感じですが。さあ、取りたいっていう感じですが、さあ、バサーゴ覚醒してくれて、もう、これでバサーゴはもう覚醒ないっていう感じですが。しかし、相方も、キューちゃんも覚醒ないっていう状態なんで、もうバサーゴも落とします。というのも、フルガレンさん落としても何にも得ない、C 覚醒なんで、相手にワンチャンあるんで、バサーゴの方はもう覚醒ないんで、もう突撃してきます。で、なんで突撃するかっていうと、強制解放になった方がやりやすいので、もう、突撃した方が楽です。さあ、これで、愛覚醒したんで、もう何にもないんで、このまま N 角ぶち込んで終了。フルクランサーに渡す、行くよりかは、もうこっちの方が、バサゴの方がまだ楽なんで、まあ、こんな感じになりました。それでは続いての試合に行きましょう。じゃあ続いて、ラストとなります。さあ、相手が X3 ビギナギナツですね。まあ、X3 も、なんだかんだ、あれ、もら、情報とかいろいろ持ってますが、まあ、個人的に言うと、まあ、アイフィールドのからの、村正ブレード、突撃が一番やばいって言った感じですが。さあ、降りてくも、まあ、追加されたりとかいろいろあるんで、あれですが、まあ、ビギナギナ2の本当、N サブだけはやべえなっていう感じはあります。さあ、強制解放になって、解放になって、このままビギナギナ2か、まあ、どっちかを取るって感じですが。さあ、メイン、N サブ避けて、あれですね。で、今作、まあ、X3、強制解放、単発はもらってるので、正直それが一番怖いかなっていうのはありますね。いや、本当にザク3、射撃強くなってくれたら本当にいいところまで行くんだけどなっていう感じはあるんですけど、やっぱ足りねえのはそこかなっていう感じですね。さあ、N サブ取って、ショットランサーぶち込まれて、さあ、こっから前派生、まあ、相方助けて解放状態になったんで、このファイティングの暴力。さあ、アイフィールドには対しては、まあ、相打ちになっていく感じですね。さあ、N サブ、横サブ飛んでいきますが、さあ、取れなくて。さあ、これで、ビギナギナ2を落として、まあ、X3 を行きたい感じですが、さあ、当たらない。まあ、ちょっとこれがきついかなって感じです。さあ、ちょっと、突角横派生か。の方が当たってしまって。さあ、アイフィールドバンカーからの N 角ば、出し切りのさらに、隠し技。いやー、めっちゃ減る。345減った。あ、355減った。さあ、もうそんなもん関係ねえよって感じで、もう、自分は隠し技を振ってくる。さあ、しかし、まあ、カット入っちゃったけど、あれですね。さあ、このまま。さあ、カウンター、いや、これ予想外だった。さあ、しかし、入らなかったんで、まあ、安い。しかし、ちょっと危ないんで、まあ、相方に任せながら感じですが、まあ、これを助けて、ビギナギナ2を落として。まあ、しかし、もう、はっきり言って、何歩か当たったら自分は落ちる。で、相方も、まあ、ズンダ食らったら落ちるような感じですね。さあ、掴んで、もうゴリ押していく。さあ、しかし、前角からの N 角やってる間になんか相方が、そのままぶっ倒して終了。といった感じですね。では、今回の実況以上となります。チャンネル登録とか高評価の方もよろしくお願いします。それでは次回お会いしましょう。